ごタルトです。ついに日本一周に向けて車を購入しました。イエーイはい、日本一周この夏からするということで、いろいろ車とかを調べてたんですけど、今回はスズキのエブリィという車を購入することに決めました。そして今回購入したのが中古車で購入をしました。タルトが日本一周一緒に旅する愛車を今日は皆さんにもご紹介したいと思います。じゃあ早速見ていきたいんですけど、まずタルトがこの車を買った購入金額が39万8千円です。よくある 39.8 万円の軽の車屋さんみたいなところで購入をしました。なんですけど、いろいろ諸経費とか合わせて、あと県外で買ったのでちょっとプラス2万とかしちゃって、全部で61万円ちょっとで購入をしました。なんですけど、すごいこれから見ていただくと分かると思うんですけど、内装がすごい綺麗で状態がいいそうで、いろんな方に見てもらってちょっといい買い物ができたのか、はたまた、まあ、その分中が何かあるのかちょっと分かんないんですけど、この愛車を紹介したいと思います。まず見た目が、前から見た感じがこんな感じです。色は白にしました。なんか白が女の子っぽいかなと思って白にしました。本当に40万円ぐらいなんですけど、全然傷とかへこみとかもなくて、すごい本当に見た目は綺麗です。中もじゃーん、かなこんな感じです。クリッパー版も見たんですけど、エブリィのがなんかここのシートの色とかがちょっと茶色、黄土色っぽくて、すごい可愛いなって思いました。ここに鍋とかが入るんですけど、タルトのこの買ったやつには入ってないです。鍋もないし、 CD も再生できない、本当にラジオだけっていう感じです。ラジオは流れます。で、ここにシガーソケットがあって、まあいろいろあってここにお茶が載せれます。で、大きいのがこれがすごい、ここに後で後ろからも見てもらいたいんですけど、荷物入れがあって、すごい結構広いので、すごいこれがめっちゃ最初からついてて、すごいこれいいなと思って、これも決め手の一つで購入をしました。車中泊荷物が多いから、この荷物スペースがあるのがめっちゃ嬉しいです。で、後ろがこんな感じです。でもシートが本当に色味が可愛いのと、あと天井も何色って言うんだろう、ベージュなんかで、すごい本当にすごい綺麗であっちのこっちとかを見てもらったら分かるんですけど、本当にすごい新品ぐらい、こうパッと見た感じめちゃくちゃ綺麗なので、ほんとここでちょっと寝っ転んだりしたんですけど、お家で寝てるみたいな、本当にお家みたいな広い空間になってます。で、グレードが PC っていうやつで、あとこの上がちょっと高くなってるんです。なので余計広く感じれます。なのでここで寝泊まりするにはめちゃくちゃいいなと思ってこれを買いました。で、この2列目のシートもパタンパタンって、あとでも簡単にこうフラットに、ちょっとこれ取っちゃったんですよね。こんな感じでバーンってすることができるので、ちょっとここ空いちゃうんですけど、この状態でこっからいろいろベッドをつけていったり、内装を可愛くして車中泊仕様にしていきたいなと思います。で、クリッパー版と比べても、あそこがなんか黒かったんですけど、こっちは本当に茶色で、なんかクリーム色に近いネズミ色みたいな、黄土色みたいな色なので、タルト的にめっちゃ可愛いなと、そこもポイントです。タルト、あの足じゃない、背もちっちゃくないもんなんですけど、結構シート前に出してるので、その分がちょっと
このスペースもなんかちょっと広くなってるので余計広々感じるのかもしれないです。ちょっとじゃあ一旦寝転んでみます。どんこんな感じで寝れます。ほんと天井がめっちゃ高いの。天井が高い今ベッドをちょっとダウンのあるベッドにしようかなと思ってて、でも天井が高いのでダウンがあっても結構広く圧迫感なく寝れるなって思います。でドアは手動でこう昔ながらのこうくる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 開けるタイプになってます。なんだけど車中泊だとエンジン切って開けたりしたいから、その後バッテリーとかね、パワーウィンドウ普通のあの電気的に開くやつだとエンジンかけたりしないといけないんですけど、これだともういつでも開け閉めができるので車中泊には逆にこれがいいなと思いました。めっちゃ前に出してますでも全然乗れます。あと背もたれの角度がこう見るとめっちゃ急いやあんまり寝転んで運転するのが好きじゃなくて、割と立てないとなんか目線が低くなっちゃって嫌なんですよね。エンジンはまあ鍵でブブブンとやります。チャルトのこれはオートマなんですけど、ギアが5個、5段階になってて、で運転すると自動的にまあ上がってくんですけど、それがここに表示されて1,2,3,4,5って上がってくんですけど、なんか運転してる時に本当にミッションでやってるように1行ってちょっとガクンってなって2になって、ちょっとガクンってなって3になってだんだん上がってくるんですよね。そういう仕様なんだと思うんですけど、それがちょっと運転してて慣れるまではちょっと怖いなと思いました。でももう慣れたんで大丈夫なんですけど、これからでもいっぱい乗ってもっと慣れていきたいなと思います。これを見ると、ミッションがさっきの5速オートマで、走行距離が95,970km 走ってた車です。で年式が平成28年9月、なんで割とまだ新しい車になってます。あの車の査定する免許を持ってる人がお父さんの会社に行って見てくれたそうなんですけど、ここについてるゴムとかも全然へたってなくてめっちゃいいねって言ってたので、いい買い物ができたのかどうでしょう車屋さんとかがいたら、ちょっとちゃんと車には詳しくないので。でもすごい見た目でも、あと匂いも全然臭くなくて、ちょっとでもエアコンかけるとなんか不思議な甘い匂いがするんですけど、それはだんだん取れていくのかなとちょっと思ってます。でもこの車で日本一周楽しく頑張って行っていきたいなと思います。まだこれからいろいろ DIY して後ろもいっぱいちょっと改造、改築なんていうんだろう、車中泊仕様にしていきたいなと思ってるので、これからも日本一周の旅ぜひ応援よろしくお願いします。そしてタルトの今後の成長をぜひ動画で見てください。よろしくお願いします。ということで以上、いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがタルト。